Now more than ever, innovative technologies are fueling change and sparking new ways of thinking. Collaboration between corporations and startups is key to staying at the forefront of these trends. However, finding the right startups can be expensive, time-consuming, and ineffective. But Plug and Play is here to help. As a corporate partner, you will gain access to a whole ecosystem of innovation. Discover startups that meet your tech interests. Stay updated on the latest trends and network with industry peers. We will help you during every stage of your innovation journey, no matter where you are and where you want to go. Get in touch today. はい、それではお時間となりましたので、始めさせていただきたいと思います。皆様。お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。ご準備よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ようこそ、APW プログラムの2022、ジャパンセレクションデーに、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。プラグ&プレイジャパンの長谷川と申します。本日は何卒よろしくお願いいたします。今回ですね、4月の19日に、1ヶ月半ほど前でございますけれども、APW とプラグ&プレイジャパンのアクセラレーションプログラムですね、こちらのローンチイベントを開催させていただきました。そこから約1ヶ月半経ちまして、本日はですね、この書類審査を通過されたスタートアップの皆さんによるビデオピッチイベントということで開催をさせていただきたいと思います。本日ですね、そちらのビデオピッチイベントセレクションデーという形にもなってございまして、APW の審査メンバー企業の皆様にはですね、そちらの、これから流させていただきます各スタートアップさんのビデオピッチをもとに、最終的なスタートアップ企業を決定していただくといったところの流れとなってございます。それでは本日のアジェンダからまずご説明させていただきたいと思います。まずはですね、APW とプラグ&プレイそれぞれからご挨拶をさせていただきまして、その後、スタートアップ企業の皆さんによるピッチビデオの方に進みたいと思います。まずはですね、プラグ&プレイジャパン代表取締役社長であります、フィリップ・ヴィンセントよりご挨拶を申し上げたいと思います。それではフィリップ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。Welcome to AEPW Selection Day。いよいよ最終のセレクションプロセスというところで、ピッチしていただいた、してくれるスタートアップの皆さん、そして AEPW の、メンバーの皆さん、ありがとうございました。今日のピッチ、非常に、楽しみにしていますが、今回これも、ジャパンの中で、サステナビリティの領域で の初めてのプログラムになるので、かなり、期待しているところです。グローバルでは引き続き、このサステナビリティの領域では、たくさんのプログラムを立ち上げていて、最近では、カナダのアルバータの方でも、Clean Resource Program といったプログラムの下で、サステナビリティ領域で、たくさんの、スタートアップと、企業のマッチング、そして、成果もたくさん出ているようなプログラムにもなりました。もちろんこの AEPW プログラムも、世界中でやっていまして、このプログラムの成果も素晴らしいものがたくさんグローバルで出ていると思うので、日本のピッチ、そして、エンゲージメントにも期待しているところです。で、今日のピッチは皆さん、最後まで聞いていただいて、そして本当に面白いスタートアップがいれば、すぐにでもエンゲージメントの部分であったりとか、ディスカッションに入っていただければなと思いますので、パートナーの皆さん、そしてパートナーじゃない方々も今日たくさん入っていると聞いておりますので、興味あれば、ぜひ我々の方までコンタクトしていただければなと思います。今日のピッチ、皆さん、ぜひ楽しんでいってください。ありがとうございます。はい、フィリップありがとうございます。それではですね、続きまして APW におきまして、日本でのご活動を担当されております、穴田武秀様をご紹介したいと思います。穴田さんいかがでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。それでは穴田さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、聞こえますでしょうか。ありがとうございます。廃棄プラスチックをなくす、国際アライアンスの、穴田でございます。常日頃大変お世話になっております。まずはじめにですね、本日トップ20としてですね、ご出席いただいている19社各社の皆様、
トップ20への選出、おめでとうございます。机上での、審査でございましたけれども、それぞれのビジネスプランはですね、とても素晴らしくワクワクするものでございまして、ここに至る選考というのは非常に、困難なものがございました。まずはそれほど素晴らしい、会社の中からですね、トップ20への選出おめでとうございますということと同時にですね、同時にトップ10に最終的に選出されたことをですね、大変願っております。そして本日お集まりの皆様、お忙しいところご参加誠にありがとうございます。今フィリップも言っていただきましたけれども、ぜひ楽しんでですね、このモメンタムを楽しんでいただきたいなというふうに思います。まずはじめにですね、若干 APW としてなぜこのプロジェクトを実施しているかというのを簡単にだけご説明させていただきたいというふうに思います。 APW はですね、2019年にプラグ・エンド・プレイ社とですね、グローバルでパートナーシップを結んでですね、このプログラムを展開しております。すでに世界9都市で展開しておりまして、日本がその7番目ということになります。その目的はですね、ここに記した4つのポイント。まずは、廃プラの削減、さらにプラスチック循環型経済の促進といった側面、さらには従前のビジネスモデルや技術だけではなくてですね、新たなビジネスモデルですとか技術革新がこの大きな課題解決のためにはぜひ必要であるということ。でさらに最後、投資機会の創出とありますけれども、APW は2019年に発足の際にですね、当初は5年間で15億ドルのですね、資金を提供していくということを目標にやっておりますけれども、この我々が抱えているミッションというのは計り知れなく大きくてですね、より多くの資本ですとか、あるいは皆様の参画がなければですね、環境中の廃棄プラスチックをなくし、プラスチックの循環型経済を促進するということは不可能だというふうに認識しておりますので、投資機会を創出するということでも考えております。先ほど申し上げた通り、世界で7番目の都市ということで、日本で今年展開しております。ちょっと次のページ見ていただくとですね、今までの経緯と今後ということで、非常に簡単ですけども、書いてございます。3月、4月、先ほど長谷川さんの方からもありましたけども、4月のですね、ローンチイベント、キックオフイベントを前後にですね、プラグエンドプレイ社を通じてですね、約150社ほどのですね、スタートアップのリストアップをしていただいております。その中でですね、APW のニーズに合う約トップ50をですね、私ども APW の方に共有いただきました。共有いただいた後はですね、APW のメンバー会社であるここに載っている各社の方々の審査員のご協力を得てですね、本日参加いただいておりますトップ20、19社ですけども、トップ20の選出を行ってき、ております。で、この後ですね、今日のビデオピッチをベースにですね、トップ20からトップ10というものを選びまして、そのトップ10がですね、プラグエンドプレイ、それから APW、それからいろんなステークホルダーの皆さんと同時に、90日プログラムというものに入っていきます。ここではですね、ビジネスの展開のブラッシュアップですとか、あるいは協業の模索などというものを通じてですね、企業あるいはビジネスのアクセレレーションというものにつながっていきます。最後に9月21日は、ですね、エクスポということで銘打ちまして、成果発表会というふうになります。ぜひとも多くの皆様のご参加をですね、引き続きいただき、このモメンタムを非常に盛り上げるような形でですね、やっていきたいなというふうに思いますので、引き続きご協力をお願いいたします。最後になりましたけれども、審査員としてですね、参加してくださっているアスペンテックさん、それからコベストロ、ダウ、エネオスホールディングス、稲畑産業、キリンホールディングス、三菱ケミカルホールディングス、三井化学、住友化学の各審査員の方にはですね、
多大な労力とですね、お時間を取っていただき、感謝しております。引き続きですね、難しいトップ20からトップ10への選出も控えておりますので、引き続きよろしくお願いします。冒頭、私の方から以上です。はい、アナウンサーありがとうございました。例えばですね、アナウンサーにもご説明いただきました通り、我々としてはこれからですね、9月 の, その AEPWX に向けて、3ヶ月間始まっていきたい、進めていきたいと思っております。先ほどご説明いただきました、各 APW の、加盟企業さん、さらにですね、多くの皆様と何か新しい取り組みが始まることを祈りつつ、精一杯プログラム進めていきたいと思っております。それでは大変お待たせいたしました、皆様ですね、これからビデオピッチのセッションの方に移っていきたいと思います。ここからはですね、まだちょっとこちら登場ご挨拶させていただいてないですけれども、弊社ベンチャーチームのですね、ついにバトンタッチをさせていただきまして、各社さんのご案内、そしてビデオピッチの方ですね、進んでいきたいと思います。それでは松井さん、どうぞよろしくお願いします。プラグ&プレイジャパンの松井です。どうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、日本各地、そして韓国より総勢19社のスタートアップ企業の皆様からピッチビデオの方が届いております。1社3分から5分ほどの動画になっておりまして、アルファベット順でご紹介させていただければと考えております。それでは、APW の廃棄プラスチック撲滅に資するスタート、活動されているスタートアップ企業の皆様のピッチをぜひ楽しみください。まず最初はプラスチックを回収後、ゴミを炭化する触媒などを開発、また世界初の独立型交流電池の開発を行われている AC バイオード株式会社様になります。はい、私 AC バイオード株式会社の久保と申します。我々はですね、廃プラスチックを半永久的にケミカルリサイクリングするための触媒を開発いたしております。弊社に関してなんですけども、材料化学とか化学に強いですね、クリーンテックのスタートアップでございまして、本社はヨーロッパのルクセンブルクにございますが、英国とあと日本の、京都と東京にですね、拠点がございまして、今京都の京阪南に研究所を持って研究開発を行っております。今日ご紹介する触媒以外にもですね、電池を交流的に使うための電池と回路の開発、また灰とか廃棄物からですね、吸着剤や抗菌剤、または CO2 吸着のための、吸脱着の吸着剤ですね、こういったものを開発して、各種展開を行っております。で、弊社はですね、この弊社の科学技術によりまして、地球の温暖化ガスの削減であったり、また海洋プラスチック そのグローバルなゴミ問題をですね、解決するためのリサイクル率向上に貢献していきたいというふうに思っております。このケミカルリサイクルのところはご存知かと思いますので、少し割愛いたしますが、弊社が行っているものは、プラスチックをですね、モノマーに回収合するというため の触媒を、今大阪大学の西山教授と一緒に共同開発を行っております。で、主に今2つで実験を行っておりまして、PE 向けにはですね、ゼオライトをのベースにした触媒でございまして、ゼオライトを少し崩しております。少し崩して、そのゼオライトの中というのは、固体酸では一番強い酸を持っておりますから、それがうまくそのプラスチックに使えるように工夫してですね、今開発を行っておりまして、ラボレベルではもうすでに回収合ができておりますけども、今後それをスケールアップさせて、またより使えるようにしていくというような段階でございます。もう一つは、ペットを対象にですね、今行っておりまして、こちらの図の下の方にある通りですね、水飲みが溶媒にしておりますから、従来のものより低温、低圧で、かつ安く回収合するということを目指しております。で、ゼオライトの触媒の方はですね、PE 向けではあるものの、他の PP とか、他の触媒にも、応用していきたいというふうに思っておりますし、いろんな工夫する用途がありますから、それではこの、ゼオライトの触媒もそうですし、この、水を飲みを溶媒にした場合もですね、開発をしていきたいというふうに思っております。で、ご質問をいただいておりました、そのハロゲンのところはですね、まだ実験を行っておりませんから、今後、ちょっといろいろ実験してみて、またどういうふうになるのかということは検討開発を行っていきたいというふうに思っております。つまりまとめますと、我々の強みというのはですね、他社、他にも触媒の開発というのはございますが、従来より低温低圧で回収後できるようなものを開発していきたいというふうに思っておりますし、これらの触媒に関してはですね、今特許
を申請して、まあ、海外にもですね、申請していきたいというふうに思っております。これが PE の場合の一つ、触媒の実験データでございますけれども、サーマルクラッキングの場合、また他のゼオライト、ゼオライトといってもいろんな種類がありますから、まあ、他のものと比較して、まあ、我々の差しを崩した、ゼオライトの触媒の方が、より効率よく回収合できていて、プロピレンとかをですね、取れているということが、分かるかと思います。回収合そのものは、本当に CO2 の排出はですね、極力小さくいたしまして、回収合そのものでも二酸化炭素は出さないということを目指しております。市場規模が大きいこととかは、まあ、ご存知かと思いますので、少し割愛いたしますけれども、我々のビジネスモデルというのはですね、まあ、いくつか化学メーカー様とか国内外からお話をいただいておりまして、そういうところで組んでですね、ぜひその、触媒そのものの製造、販売を行っていきたいというふうに思っております。で販売先というのは、化学メーカー様とか、ゴミを収集されるところですね、そういうところ向けに、販売をして、その回収後そのもののオペレーションは行わないようなビジネスモデルにいたしております。弊社はちょっと特徴的なのはですね、EU 傘下の EIT イノエナジーというところから、半官半民のベンチャーキャピタルなんですが、そちらから出資を、などから出資を受けて今活動を行っております。はい。で、まあ、いくつかあと賞を国内外でですね、いただいているというところですね。で、弊社のメンバーは、まあ、化学とか材料科学、エンジニアリングに強いメンバーが揃っておりまして、今全部で10人ぐらいですね、日本とヨーロッパで、活動を行っております。はい、以上でございます。ご清聴どうもありがとうございました。はい、続きまして、海質ハイプラをコンクリート材料の一部として使用できるようにする新技術といったところを開発されている、相沢高圧コンクリート株式会社様になります。こんにちは、相沢高圧コンクリート株式会社大橋と申します。よろしくお願いいたします。私たちはコンクリートマテリアルと先端テクノロジーを掛け算して新たな企業価値の創造に取り組む総合コンクリートメーカーです。バクテリアの代謝機能を活用してひび割れを自ら修復する自己中コンクリートバジリスクや速乾性のセメント系材料を使ったコンクリート 3D プリンターといった新機軸をマサチューセッツ工科大学やデルフト工科大学などとの産学協力をテコに矢継ぎ早に打ち出し、伝統的な素材産業からスマートマテリアルを基軸とするイノベーションマーケティング集団へと DX を仕掛けています。発起となる自己中コンクリートの実用化を機に、脱炭素第一を決定のモットーに掲げ、環境負荷の大きいコンクリートメーカーから持続可能なスマートマテリアルカンパニーへの転換を急いでいます。創業100周年を迎える2035年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするネットゼロ2035にコミットしました。さて、日本では分別回収された廃棄プラスチックのおよそ7割が焼却され、材料としての再利用は 25% 程度と低い水準にとどまっています。リサイクル扱いとされる熱利用ですが、CO2 発生を間接的に抑制する効果はあるものの、焼却の際に大量の CO2 を排出しているという事実に変わりはなく、また循環できないエネルギーのため、国際的にはリサイクルとして認められていないのが現状です。CO2 を排出する焼却処理に代わる技術として、廃棄プラスチックをコンクリートの材料としてリユースする技術を開発しました。それがマイコンテクノロジーです。通常、廃棄プラスチックは表面の撥水性や紫外線などにより劣化し、強度にばらつきがあります。そのままコンクリートに混ぜても強度劣化を起こすため、重要なインフラを支えるコンクリートには使用することはできません。その問題を解決するのが、マサチューセッツ工科大学の研究チームが発見した E-beam です。廃棄プラスチックに一定の周波数の電子ビームである E-beam を照射すると、廃棄プラスチックの性質が改変されるというものです。E-beam を照射することによって、廃棄プラスチックは水との親和性が上がり、コンクリートに馴染みやすい性質になります。また、E-beam によって内部の組織が緻密化され、プラスチック自体の強度も増加します。このグラフは E-beam の照射の強さとコンクリートの圧縮強度を比較したものです。低い照射量と高い照射量の廃棄プラスチックを材料としたコンクリートは、通常のコンクリートよりも強度が低かったのに対して、適度な照射量の場合は強度が最大 25% 上がりました。
照射量によって発現強度が変わりますが、その照射量を最適化させたのがこの技術のポイントです。 E-beam により適切に処理された廃棄プラスチックは十分にコンクリートの品質を向上させます。つまりゴミだった廃棄プラスチックが砂の代わりとしてコンクリート材料に生まれ変わるのです。また砂よりも強度が上がるためセメント使用量を減らすことができ、その結果セメント製造時に排出される CO2 を削減することにもつながり脱炭素に貢献できます。マイコンテクノロジーを用いてリサイクルできる廃棄プラスチックはコンクリート1立米あたり平均5キロ、ペットボトルでいうと約200本分にあたります。この5キロの廃棄プラスチックを焼却したときに排出される CO2 は約13キロです。つまり、コンクリート1立米に約13キロの CO2 を固定化するとも言えます。2019年度の日本全国生コン生産量は約7820万立米です。マイコンテクノロジー技術を用いると、約 39.1 万トンの廃棄プラスチックのリユースが可能で、その際の CO2 の削減量は約91万トンに及びます。また、リユースされた廃棄プラスチックによる砂の代替量は約74万トンにもなり、砂の採取による環境負荷の低減にもつながります。マイコンテクノロジーのマシン設備はコンテナ型モジュールを想定しています。コンテナ型モジュールの利点は、処理需要に応じてモジュール数量を増減できることと移動が容易なことです。この2つの特性により、廃棄プラスチックの処理需要の変化に合わせてカスタマイズし、設置場所を分散させたり集中させたり、稼働率に合わせてシェアすることができ、エリアに合わせたフレキシブルなリサイクルモデルを展開することができます。最後に、我々はこのマイコンテクノロジーに使用するための廃棄プラスチック微細ペレットをご提供いただける AEPW 加盟企業の皆様とつながれることを期待しております。ご清聴ありがとうございました。続きましては、特殊な技術を用いて、古米などの国内資源と熱可塑性樹脂からプラスチック複合材料を開発されております、株式会社バイオマスレジン、南大沼様になります。皆様、こんにちは。バイオマスレジン南大沼の奥田と申します。それではこれより、我々の事業概要と本プログラムでの協業アイデアにつきましてご説明いたします。まずはじめに会社概要です。我々は2017年に日本一の米どころである新潟県南魚沼市に製造拠点を立ち上げ、その後、機能・地域別に会社を設立、2020年3月にホールディングスを設立し、現在に至ります。我々グループのパーパスミッションは、ビジネスを通じて社会課題を解決する、特にお米×テクノロジーで社会課題の解決を目指しております。ではその社会課題は何かですが、 CO2 排出による地球温暖化や異常気象、またプラスチックによる海洋汚染です。日本政府も2030年の CO2 削減目標を設定したり、2050年までのカーボンニュートラルの宣言を行っております。また昨年には4省庁合同でバイオプラスチック導入ロードマップを策定し、その中では原料に国内のバイオマス資源の採用の拡大や、供給においても国内製造の拡大、また使用量においても2020年に約5万トン程度の使用のところ、2030年には約200万トンまで採用拡大するという目標が提示されております。そんな中、我々はこの課題解決のため2つのソリューションを提供しております。1つが原材料に非食用のお米を活用した国産のバイオマスプラスチック、ライスレジンです。現在、最大 70% お米が含まれるライスレジンを作ることが可能となっております。もう一つが、同じく非食用のお米を活用した成分改性の特性を持ったプラスチック、ネオリザです。足元でも4月1日にプラスチック資源循環促進法が施行され、こちらに記載されている12品目の削減義務化が始まっております。我々はこの12品目において、すべてライスレジンで製品の提供が可能となっており、足元では多くの引き合いをいただいております。また、その他の商品事例ですが、ゴミ袋やレジ袋、パックご飯の包装資材やお弁当箱、
スプーン、お箸といったカトラリーやおもちゃ、ボールペンやクリアファイルといった文具など、さまざまなところに製品化が進んでおります。今後、我々はこのライスレジン事業をさらに拡大し、2025年までに国内で8カ所、年間10万トンの生産能力を目指しております。その中で重要になってくるのが、原材料のお米の調達です。アメリカではトウモロコシ、ブラジルではサトウキビといった国家戦略作物がバイオマスプラスチックの原料として活用されている中、我々は日本国内において安定的に調達できるバイオマス素材はお米しかないというふうに考えております。このお米を資源と捉え、一つ目に年間流通している700万トンのうち約 1% 程度出ていると言われる流通ロスの活用。2番目に新市場開拓用米制度を活用した休耕田での自前での米作り。3番目に年間20万トン出る政府備蓄米の備蓄切れの有効活用。これらによって安定的なお米の調達を目指しております。今後我々は2023年を目標に淡路島において研究センターを設立する予定です。加盟企業の皆様におかれましては、高品質、高バイオマス率、低価格のバイオマスプラスチックの製造へのご協力、また幅広くバイオマスプラスチックの普及が進んでいくことでの、協業をぜひお願いできれば幸いです。また、米作りから派生する新しい農業ということで、さまざまな副産物の有効活用やアクアポニクス事業など、こういったところの展開も目指しておりますので、ぜひ皆様方の知見をお借りできますと幸いです。以上、日本初のお米を活用したこの技術で、日本、そして世界の脱プラ、ハイプラの削減に取り組んでまいりたいと思います。ぜひ本プログラムでのご採用、何卒よろしくお願いいたします。続きまして、合成樹脂のバージン材料、マテリアルリサイクル材料の製造と、ハイプラスチック浮化装置の設計、製造を行われていらっしゃいます、株式会社 CFP 様になります。Challenge to the future possibility. 未来の可能性に挑戦。私たち株式会社 CFP の取り組みについて。私たち CFP グループでは、コアパーパスであるステークホルダーとともにカーボンニュートラルな明日を作ることを目標に、多くの協力者のもと新たなプラスチックリサイクルの仕組み作りに挑戦しております。私たちは従来のリニアエコノミーからリサイクリングエコノミー、そしてサーキュラーエコノミーへとシフトしていきます。これまで有効利用されていなかった廃プラスチックをマテリアルリサイクルとケミカルリサイクルのハイブリッドリサイクルで地上資源を可能な限り有効活用し、新たな石油資源の使用量を減らすことで CO2 排出削減を実現していきます。私たちのマテリアルリサイクル工場では、製造過程で発生するハイプラスチックをリサイクルペレットに加工して、新たなプラスチック製品の材料として販売しています。現在取り扱っているプラスチックの種類はおよそ15種類ほどで、年間取扱量はおよそ1万5000トンです。リサイクル加工されたプラスチックペレットは、あらゆる日用雑貨のプラスチック製品に生まれ変わります。次に、ケミカルリサイクルの今後の取り組みの一例をご紹介します。まず、食品を製造する会社から、食品包装資材のプラスチックロスが発生したとき、マテリアルリサイクルが可能なハイプラスチックは再生ペレットに加工してフィルム製造会社に販売します。マテリアルリサイクルができないハイプラスチックは、可能な限り廃棄処分することなく、床装置を使ってケミカルリサイクルを行います。床装置ではナフサを生成し、化学メーカーで化石由来原料の代替として使用します。化学会社で作られたバージンペレットをフィルム製造会社が使用して、食品会社向けの食品包装資材を作ります。
この図のように形を変えて循環することで新たな化石由来原料を減らすことができ CO2 排出削減につながります。また製品の衛生上リサイクルペレットの使用が限定されていた医療や食品向けにもケミカルリサイクルであれば対応することができるためサーキュラーエコノミーの実現が可能となります。私たちの床装置は2008年より研究開発をスタートし当社で特許を取得した装置を使用しています。最大の特徴として低温でも固化しない油を生成することです。その他熱分解の際に発生するオフガスは床装置のガスバーナー燃料として 100% 使用します。また油にならず炭化物として残った残渣の抜き取りを自動で行うことにより連続運転が可能となりました。1日10トン1年間でおよそ3000トンの廃プラスチックからおよそ2500トンの油を生成できます。床装置に適しているプラスチックは主に3種類です。次に床後の成果物としてナフサは化学会社に重質油は燃料などに使用します。油にならなかった残渣もアスファルトの材料として販売するので環境に優しく経済性にも優れています。こちらは床装置のフローズです。搬送スクリューに廃プラスチックを投入してナフサと重質油を採取します。マレーシアの企業では当社の床装置を使って生成したナフサを新たに化学会社へ販売を開始しました。私たちは2023年春最新式の床装置を備えたケミカルリサイクル工場を稼働させナフサを化石由来燃料の代替として化学会社に販売する予定です。 CFP グループはプラスチックリサイクルを通して環境問題に取り組む社会に貢献します。持続可能な社会の実現に向けて私たちの挑戦は続きます。続きましてバイオインフォマティクスによる酵素開発や化合物生産及び分解のバイオプロセス開発を行われている株式会社ディグザイム様です。株式会社ディグザイム代表取締役の渡来です。よろしくお願いいたします。当社は計算機を使って発酵や酵素法といったバイオプロセスを新規に開発したり最適化するというような事業を行っている大学発の技術ベンチャーです。我々が注目しているのはプラスチックのリサイクル技術の一つであるケミカルリサイクルです。現在日本では大部分のプラスチックごみがリサイクルされているというふうに言われていますが、実情は大部分がプラスチックを燃やして熱として回収するサーマルリサイクルであり、実際にはこれはプラスチックのリサイクルとは言えないというような声もあります。またプラスチック容器などを洗ってリサイクルするメカニカルリサイクルも衛生面に課題があり、きれいにしすぎると新品を作るよりも多くのエネルギーが必要になり、CO2 の削減につながっていないというような場合もあります。そこでケミカルリサイクルというのは安全面や衛生面に優れており、幅広いアップサイクルの可能性を持ち合わせる注目すべき技術なのですが、まあ、その難しさからあまり普及はしていないというのが実情です。また分解や循環に技術的な課題が残されているので、当社ではここにバイオプロセスを追加することによって課題解決を狙っています。ここでですね、ケミカルリサイクルが具体的にどのような流れで行われているというかのようなを見ていきますと、まずゴミを分解、回収をして分子レベルに分解します。ここには色素などの不純物を含んでいますので循環が必要になります。きれいになったプラスチックのモノマーを再集合することによって新品を作り出すという流れで行われています。例えばですね、ここにバイオプロセスを追加するとすれば分解に使うようなことができます。プラスチックの種類によっては高エネルギーの処理が必要になるんですが、ここにバイオプロセスを投入すると、これらを常温蒸発で進めることにより、まあ、クリーンにできるというのが一つの使い方です。また分解物をさらに発酵プロセスに落とし込んで不純物をエネルギーとして利用しながら目的の分子だけを高付加価値品に変換するというようなこともできるんじゃないかと考えています。こうすることで排水を減らしたりさらなる経済的な価値を生み出したりするというようなことができると考えています。このようにバイオプロセスというのは、ケミカルリサイクルの、まあ、アップサイクルの両面において新しい切り口になるであるというふうに考えています。
実際にカルビオスという会社では、酵素を用いた 100% リサイクルのペットボトルの事業化を進めています。温和な条件で海中号の実用化が進んでいて、2025年頃商用見込みということでニュースも出ています。このように魅力的なバイプロセスなんですけれども、これまで、莫大な、開発期間、コストが事業化の課題となっていました。それはですね、発酵をはじめとするバイオプロセスには、酵素という触媒が必要であり、その酵素に、の開発に時間がかかってしまうということがあったからです。この酵素にはさまざまな種類があり、それぞれの生物が持つ遺伝情報から作られているんですけれども、この遺伝子を同定したり、酵素の構造を理解するというのに長い年月がかかってしまっていました。結果として、例えばペットの分解酵素では、研究開発から事業化までに10年以上かかってしまっています。そこで我々は最先端の計算技術を組み合わせて、膨大な遺伝子情報から酵素をスクリーニングし、シミュレーション実験をコンピューター上で行えるというような仕組みを構築しています。これらを用いることで、コストを約10分の1に抑えることができ、新しい酵素の発見も1年未満で行えるようになりました。実際に約半年でこれまでになかったプラスチックの分解酵素を見つけたという例もあります。また、AI を組み合わせることによって、人間が思いつかないような新規の反応を創出するということもできるようになっていて、さらに幅広いアップサイクルにも適用できると考えています。この度 AEPW では、機会をいただければ、プラスチックのリサイクルに対して課題をお持ちの方や、最先端の技術を用いて、何か新しい事業にチャレンジしたいというような事業者様と連携して、新しい事業、世の中を作っていければというふうに考えています。ご清聴ありがとうございました。はい、続きましては廃棄物処理施設の手選別ラインでの作業を軽減する廃棄物 AI 自動選別ロボットを開発されております株式会社 EII 様になります。株式会社 EII のコウと申します。よろしくお願いします。弊社は環境分野で AIIoT を導入しイノベーションを目指しております。これを実現するために弊社は環境エネルギーと AIIoT の2つの専門チームで構成し、三元主義のもと現場と連携して事業に取り組んでおります。グローバルなメンバー構成が特徴です。事業内容はスマートウェストマネジメントで商標登録して事業を行っております。ハイプラのリサイクルは最も重要なテーマと考えております。ここに示している6割の熱回収をケミカルリサイクルに回すために、高度なプラ選別が必要です。これに対して我々は AI 自動選別ロボットの開発を行っております。ロボットを十分に機能させるためには中間処理プラントの前処理と後処理を変更させる必要があります。これは我々が目指している近い将来のスマートファクトリーであるというふうに考えております。ぜひ AEPW の皆様と連携してこのスマートファクトリーの実現を目指していきたいというふうに考えております。これによってハイプラのリサイクル率は大幅に向上できると考えております。さて、ロボットの開発に関してまず AI の部分はやればできます。ロボットですが、我々はスカラ、アクチュエーター、パラレルリンクの3種類を対象に開発を進めております。技術的優位性ですが、ロボットの開発は画像認識、センシング、ロボット制御、システムインテグレーションとの技術が必要であり、我々は自社で一気通貫で開発できるところは優位性だと考えております。また、コア技術として2段階認証と AI 自動学習アルゴリズムで特許を取得しております。それでは開発実績についてご紹介します。まずこちらはアクチュエーターです。2本のアクチュエーターでそれぞれペットボトルとコンクリート塊を選別しております。こちらはスカラ式になります。こちらのデモではコンクリート塊を選別しておりますが、プラ、NB、他の品目にも適用可能です。今年11月頃に顧客の現場で実証試験を行う予定となっております。こちらはパラレルリンク式ロボットの導入予定の現場となっております。飲料容器の選別に適用します。こちらの開発は環境省イノベーション創出のための環境スタートアップ研究開発支援事業に採択されて、利用現場と共同で開発中となっております。この補助金は内閣府が推進するスタートアップ支援制度の SBIR 補助金となっております。ロボットの開発において、カメラセンサーの部分は肝心となります。
既存の 3D カメラは品質と検知速度が適合しない場合が多いため、弊社では RGB カメラとライダーを融合した不規則物専用のカメラセンサーを自社で開発しております。塩ビの自動選別に関しては、ハイパースペクトルカメラのメーカーと連携して検討を進めております。弊社のロボット事業は、早稲田大学と産学連携して、東京都の大学研究者による事業提案制度に採択されました。事業期間は今年から3年間で、総事業費は約3億円程度となっております。テーマは建設混合廃棄物とビルの排出現場で活用するロボットの開発となっております。選別の重点品目は塩ビとプラになります。産廃業者、プラントメーカーおよび大手不動産会社と連携しております。こちらの事業ですが、東京都の都民投票で2706票を獲得し、第1位で採択されました。環境分野で唯一の採択となっており、期待の大きさが伺えます。弊社はスタートアップして約3年間で合計8つの観光庁案件の獲得実績を持っております。最後にポストコロナ、カーボンニュートラル、AI 技術の進歩とともに時代は急速に変化しています。弊社は新しい技術を活用し、早稲田大学と産学連携でステークホルダーと連携し、時代に応えるソリューションの開発を行っております。ぜひ AEPW の皆様に参画し、世界のハイプラの問題の解決に貢献したいというふうに考えております。残りの数枚は参考資料とさせていただきます。以上です。ありがとうございました。続きましては、ハイプラスチック油化装置やバイオディーゼル油化装置を開発されている環境エネルギー株式会社様です。皆さん、こんにちは。環境エネルギーの野田です。それでは早速ですが、プレゼンテーションを始めさせていただきます。弊社は広島県福山市に本社があり、東京都北九州に支店があります。ハイプラスチック油化を中心として研究開発をさせていただいています。今回皆様にお伝えしたい点は以下の2点になります。1点目は、ハイプラスチック油化によるケミカルリサイクルという技術面のお話。そして2点目は、このケミカルリサイクルによって生まれた CO2 フリー製品、こちらの製品認証の案になります。なぜこのような案をご提案したいかということに対してなんですが、これは現在のプラスチック問題の最大のポイントになっている金銭面。この金銭面の解決を目的としています。まずは技術面、ハイプラの油化に関してなんですが、我々がご提案するのは油化としても一般的な熱分解だけではなく、触媒を使った技術になります。触媒を使った油化の特徴は、ハイプラスチックから高品質の炭化水素油を低コストで生成することができるということになります。ご覧のお写真のように非常にきれいな油が取れる。これが一番大きなポイントになっています。現在、ケミカルリサイクルは油化、ガス化、モノマー化と3つに対別されると思いますが、さまざまな点から比較をすると、この油化がケミカルリサイクルの大きな柱になっていくと感じています。それではここからはプラスチックの製品認証についてのお話です。現在、プラスチックのさまざまな問題は海洋プラ、後進国の埋め立て問題、環境汚染の問題に代表されるように、なかなか解決されないというのが問題になっています。しかし、それらの問題の解決の糸口は、お金というところで全て解決するように我々は考えています。ですので、そのお金をどうやって埋め出すか、そういった仕組み作りが今後必要であると考えていますので、今回はそのご提案になります。これは左側に巻いているこの仕組み作りによって、プラスチックがケミカルリサイクル製品として誕生し、そしてその付加価値をこの右巻きに巻いてある矢印によって新しいお金の流れが誕生し、そしてさまざまなプレイヤー、そしてこういった諸問題解決に流通されるという仕組みです。プラスチックがリサイクルされるためには分別油化され、そしてケミカルリサイクラーとして石油精製、石油化学が原料として使う。それが必要でありますし、それらがしっかりとした認証制度のもとトレースできるようなものとして、このカーボンニュートラル品になっているかどうかというものを第三者認証機関がしっかりとウォッチする、正確に判断する、ジャッジするということが必要だと考えていますので、この製品認証機関が必要だと考えています。
これらの機関が認証することによって、ブランドオーナーとしては、この製品がカーボンニュートラル品であるということをコンシューマーに伝えられやすくなりますし、そのためにも、このいった製品認証機関、商品認証、製品認証機関が必要であるというふうに考えています。繰り返しになりますが、プラスチックのリサイクル、そしてさまざまなプラスチック問題を解決するためにはお金が必要になりますので、通常の価格よりは高い値段でブランドオーナー様には買っていただくということが必要だと考えています。価格帯の比較で言えば、バイオマスプラスチックは現在石油価格の2倍、石油由来の2倍程度でありますし、グリーン電力もだいたい2倍ぐらいを推移しています。やはり価格帯としては2倍から3倍ぐらいが妥当なのではないかなというふうに考えています。製品認証の基本的な考え方は、ISCC やレッドサートと呼ばれている国際的なプロセス認証を活用するとともに、マスバランス方式を併用し、製品認証に当てるという考え方になります。このような考え方で、ハイプラスチックから1リッターの油を生成し、原油としてケミカルリサイクルした場合、通常の原油と比較すると 83.2% の削減効果のある原油が誕生します。そして、ブランドオーナー企業様には、こちらの削減効果分を購入していただくという形になります。先ほどの全体像で当てはめますと、ご覧のような形になります。仮に年間1万トンの油をケミカルリサイクル原料として使用した場合、約7000トン分のポリプロピレンが誕生する。カーボンニュートラル品としてのポリプロピレンが誕生するという形になりますので、これらの権利をブランドオーナー企業様に購入していただくことにより、新しいお金の流れが誕生するという形になります。我々は、ケミカルリサイクルを通じて、富の格差、貧富の格差が是正されるような新しい社会、新しい経済を作っていきたいと考えています。本日はご清聴ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続きましては、量子コンピューターや AI を手軽に活用できる法人向けクラウドプラットフォームを開発されております、株式会社グルーブノート様になります。アライアンス・トゥ・エンド・プラスチック・ウェスト並びに、本プログラム参加企業の皆様、はじめまして、グルーブノートのすすがと申します。この度は廃棄プラスチック問題の解消という社会的な環境課題に対して弊社ができることの可能性についてご紹介させていただく機会をいただきまして誠にありがとうございます。まず簡単に弊社についてご紹介をさせてください。我々グルーブノーツはビッグデータと AI、量子コンピューター活用までを一気通貫で実現できるマゼランブロックスというサービスの開発と提供を行っております。マゼランブロックスでは大きく分けて3つの機能群を提供しております。データ活用のための分析、機械学習による予測、で、量子コンピューターを利用した最適化、この3つでございます。また、我々はそれに加えて、マゼランブロックスを活用するためのコンサルティングサービスも提供しております。多くの企業様の課題解決の支援を行ってまいりました。ご覧のように、サプライチェーンにおけるそれぞれの課題に対して、AI や量子コンピューターなどの技術をうまく組み合わせて活用することを得意としております。従来のやり方で解決が困難な課題に対して、大手製造業のお客様などと議論しながら、ご一緒に生産やサプライチェーンなどにおける課題解決に向けて取り組みをさせていただいております。その取り組みのユースケースの一つとして、積載量を最大化するためにトラックへの荷物やゴミの割り当ての最適化、さらに最短ルートを導き出すための収集・出荷ルートの最適化の事例がございます。こちらのユースケースを応用できれば、廃棄プラスチック問題の解消に向けて、物流分野において課題解決のお力になれるのではないかと考えております。廃棄プラスチック削減に向けての課題として、回収と再循環のスキームの構築というのが一つあるかと考えております。廃棄物流並びに、動脈物流の効率化を図るために、一企業の効率化では限界があり、
効率化を推し進めるための一つとして共同回収や共同輸送の実施が挙げられるのではないかと考えます。しかし同時にゴミ収集車の運用計画や管理は非常に高度化、複雑化することが予想され、その最適化に弊社のマゼランブロックスの活用がいただけるのではないかと想定しております。弊社の過去の具体的な取り組みの事例として、三菱地所様が保有するリデュー26棟の廃棄物収集の最適化に取り組みさせていただきました。この取り組みでは CO2 削減を目的としておりまして、最終的に 57% の削減という結果が実証結果として出ております。実際にやらせていただいたこととしては、ゴミ量の予測、ゴミ収集車の割り当てとそのルートの最適化を行っております。これを応用することで廃棄プラスチック削減においては資源回収の効率化に寄与できるのではないかと考えております。弊社は量子コンピューターをはじめとした先端技術を含めて情報技術の活用を得意としております。ただそれだけでは企業社会を取り巻く課題解決をすることはできないとも考えております。まだ解決策がない課題に対しては議論を積み重ね、いろいろな視点観点からゴールに向かってアクションを行い、前に進み続けることが重要だと感じております。弊社単独では課題解決を目指すことは困難かと思いますが、課題解決に向けてアライアンス・トゥ・エンド・プラスチック・ウェスト並びにプログラム参加企業の皆様と議論と協業ができれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。続きましてはリユース容器をシェアすることでテイクアウト容器を削減するといったところを目指されております株式会社カマン様になります。こんにちは、リユース容器シェアリングサービスメグルというものを運営しておりますカマン代表の吉住が発表させていただきます。私はですね、コロナ禍にテイクアウトを楽しむようになったんですけども、食べ終えた後のこのゴミがですね、ちょっと心苦しいというかですね、後味を悪く思っておりました。で、身の回り100名弱に聞いてみると、なんと8割を超える人たちがテイクアウト後のゴミで罪悪感を感じるというふうに答えておりました。で、実際に家庭ゴミを中見てみると、容積比で6分の1がですね、カップとか弁当容器とかを占めていまして、非常に大きな割合であることがわかります。でまあ、それがどういった悪いことを起こしているかというのは今日は割愛しますが、おいしく食べてゼロウェイストリユース容器のシェアリングサービスめぐるというものを昨年末から、鎌倉市内で始めました。で実際にこちらが PV になります。でこちらがですね、実際に使っているリユース容器になっています。で通常のテイクアウトとほぼ同じなんですけれども、最初に借りるという作業と返すという作業が必要になってきます。でこういった QR コードを読み込んでいただいて数量を送信すると、誰がどこで何個借りたか、そういったことがトラッキングできるようになっております。でリユース容器に詰めてもらったご飯をオフィスなりですね、ご自宅なりに持ち帰って、で美味しく食べていただきます。でその後にですね、食べ終えたものを対応店舗どこでもいいので返却していただくというようなことが必要になります。こういったことを店舗に返却というところと、あとですね、オフィスにですね、返却ボックスというものがありまして、そこに返却していただいて、後でスタッフが返却飲食店に再配布するというようなこともやっております。で再洗浄してまた別のお客様にこうやって出していくというようになって循環する仕組みを作っていってます。で飲食店側のメリットっていうところなんですが、実際に使ってもらっている飲食店さんは、まあ、環境配慮も結構されている方々って、もともとですね、プラスチックの容器、使い捨て容器は使っておらずですね、紙素材を使っておりました。ただですね、結構汁物とか吸っちゃった、このふにゃふにゃになっちゃったりとかしてですね、まあ、あんまり良くないということで、食べ物の素材を結構選んでいました。ただですね、メグルですと、まあ、リユース容器でしっかりしているので、まあ、そういった問題もないですし、保温性もいいし、密閉してこぼれないということと、あとデザインも綺麗に見えるんで、まあ、美味しそうに感じるというふうに言ってもらっています。でこの写真の使い捨て容器はですね、実際70円ぐらいかかっているんですけども、メグルはそれよりも安い50円で提供して容器ごみがゼロになります。今申した通りですね、飲食店側からは使い捨て容器より安いということと、あとエンドユーザーからは、まあ、マイボトル割のようなですね、リユース割ですね、
数十円安かったりとか大盛り無料だったりとかして、います。であとはですね、企業からまあこういうところにロゴとか入れて、広告料を取ったりとかして、サステナブルな貢献だけではなくて経済的なメリットというものをしっかり作って広めていこうとしております。で今までですね、7ヶ月間で、本当に順調に右肩上がりですね、口コミだけでですね、利用回数とか利用者数と、あと飲食店の対応店舗数というものが増えてきました。が、いろいろな課題も見えてきてですね、今改善しようとしているのが大きく2つです。1つは洗いやすくてこぼれない、そういった容器が世の中に全然ないということで、これを新しく開発していっています。で、あとはですね、それらをトラッキングできるアプリケーションというところをアップデートしていっています。でビジネス面ではですね、今3つやろうとしまして、鎌倉のロールモデルというものを、ローカル SDGs ということで、全国各地の、ね、商店街や自治体に今のこのパッケージというものをそのまま売っていこうとしています。でこれは実際に何件かもう導入予定です。あとは大都市ですね、かけるオフィスというところで、渋谷とか東京駅とかいったところとデベロッパーとデリバリー業者と含めてですね、一緒にですね、テイクアウトするのは圧倒的に多い場所で実証実験をやっていくということ。で最後にですね、スタジアムイベントっていうので、実際にですね、球場とかですね、数万人一日来て、でほとんどがテイクアウトしてゴミになって、一日1トンとかがゴミが出ると聞いています。でこういったところにですね、いろんな地域、地域展開や用途展開ということで、広げていこうとしております。APW でですね、事業開発、商品開発、環境調査というところを、専門家の皆様と一緒にやっていって、新たな文化を一緒にですね、面で作っていきたいなと思っております。私、吉住はですね、今までソニーで、16年間ですね、こういった新規事業、ものづくりをベースとした新しい価値を作り上げることをやってきています。で今回もですね、こういった器をベースに新しい価値というものを世の中に広めていければなと思っております。おいしいというポジティブな気持ちで地球をより良くしていきたいです。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続きまして、マイクロ波を使った熱分解や怪獣号などプラスチックのケミカルリサイクル技術を開発されておりますマイクロ波科学株式会社様になります。マイクロ波科学株式会社の亀田と申します。本日はマイクロ波によるケミカルリサイクルについてご紹介させていただきます。弊社は2007年に大阪大学からスピンアウトする形で創業いたしました。現在も本社ラボにつきましては大阪大学の吹田キャンパス内にあり、工場につきましては大阪の住之江区の方にございます。従業員は現在60名程度にまで増えてきております。弊社は2014年に右の写真のように世界で初めてとなりますマイクロ波を利用した大規模化学プラントを建設創業開始いたしました。それまでマイクロ波はエネルギーを伝達する非常に有効な手段として電子レンジレベル、ラボレベルでは開発が行われてきました。研究論文も非常に多く出されてきておりますが、一方でそれをスケールアップする技術というのはこれまで存在しませんでした。そうしたスケールアップを世界で初めて実現したのが弊社になります。未解決のニーズ解決策についてご紹介させていただきます。現在、ケミカルリサイクル、サーキュラーエコノミーを実現するにあたって、2つの問題があるというふうに考えております。1つ目が、カーボンニュートラルになります。現在、さまざまな領域において、カーボンニュートラル、CO2 排出削減が推進されています。産業部門におきましては、その方針として、電化が挙げられています。一方で、その電化のソリューションとして具体策があまり掲げられていないというのが現状です。その解決策、ソリューションとなり得るのがマイクロ波だと考えております。また、2つ目の問題として、廃棄プラスチックの種類が多岐にわたるというものになります。ご存知の通り、プラスチック種は非常に多く、ハイプラのインプットも多様になります。そのため、個別のプラスチック分解技術や対応では限界があるというふうに考えております。このカーボンニュートラルの問題、それから多岐にわたる廃棄プラスチックという問題、この2つのソリューションとなり得るのが、弊社が構築してきておりますマイクロ波プラスチック分解技術のプラットフォーム、プラウェーブだというふうに考えております。プラウェーブの特徴といたしましては、あらゆるプラスチック種に対応しており、かつコストの優位性、 CO2 排出低減を実現できるという点になります。ここでトラクションについてご紹介させていただきます。まず1つ目が、三菱ケミカル様と協業プロジェクトであります PMMA のケミカルリサイクルになります。こちらは三菱ケミカルさんと共同開発を進めておりますもので、2021年より実証開発を進めており、2024年に社会実装を予定しております。
次に三井化学さんが取り組んでおります ASR SMC に関するプロジェクトになります。 ASR SMC はそれぞれこれまでリサイクルが難しいというふうに言われてきた原料プラスチックになります。こうしたプラスチックを直接原料モノマーにリサイクルする技術の実用化に向けて実証試験を開始する予定というふうにしております。このような大手化学メーカーとの共同開発に加え、自社でも様々な開発を行っており、最終的に2024年には1万トンパーイヤースケールの社会実装の実機を世の中に導入していきたいというふうに考えております。現在その準備段階として小型実証、大型実証というステージにおります。こちらは小型実証装置になっておりまして、こちらの装置で 5kg/h 程度の処理量を誇ります。こうした装置を用いて様々なプラスチック種に対応できるような技術構築を目指しております。弊社はケミカルリサイクルのバリューチェーンにおいて分解のプロセスを主に担います。さらに生成再重合、成形加工、輸送回収といったところにも自社で、バリューチェーンを構築していきたいというふうに考えておりますが、最終的には事業化においてさまざまなパートナーシップを組むことが効率的であろうというふうに考えております。そこでコラボレーションのアイディア、 AEPW の加盟企業に求めることといたしましては、弊社が構築しておりますプラウェーブという基盤技術をもとに社会実装に向けた最適化を行い、高効率なケミカルリサイクルシステムを構築する、そのパートナーとして共に事業を進めていただきたいというふうに考えておりまして、社会実装に向けたアクセルとしていきたいというふうに考えております。ご清聴はい、ここまで前半10社のビデオピッチご覧いただきました。いかがだったでしょうか。と現在ここでですね、と5分間の休憩を挟ませていただければなというふうに思います。現在2時2分となりますので、皆様には2時7分までにお戻りいただけますと幸いです。それではよろしくお願いいたします。はい、それでは後半の方に入らせていただければというふうに思います。後半最初の企業様は、環境に存在する生物の生理機能を利用したマイクロプラスチック除去層を開発されております株式会社ノベルジェン様になります。我々は微細藻類を用いて脱炭素、水浄化を行う技術を開発していて、これを用いてマイクロプラスチック問題を解決していきたいというふうに思っています。株式会社ノベルジェン代表の小倉敦です。社会課題として我々は地球温暖化、持続可能な水資源、マイクロプラスチック問題に取り組んでいます。温暖化による自然災害の発生で過去20年間で経済損失は約300兆円と言われていて、海面上昇による不可逆的破壊も、考えられています。これを解決するためにカーボンニュートラルの目標が策定され、世界全体で動いています。また、持続可能な水資源としては、安全な水資源にアクセスできない人類は 70% にも達していて、今後事業などで再生水などを利用して差し引きゼロにするウォーターニュートラルを達成する目標が策定されています。さらにマイクロプラスチックというのは、人と水の食の安全を脅かす大きな問題ですが、海洋に流出したマイクロプラスチックは魚の稚魚、幼魚を致死に至らしめ、生態系にも大きな影響を与えています。9割は陸上から海へ放出されていますが、既存の水処理施設で除去できておらず、今後数関数的にマイクロプラスチックが増えるというふうに言われています。そこで我々は藻類の急速増殖と粘着物質に着目した微細藻類による脱炭素、水浄化、マイクロプラスチック除去技術を開発しました。これは藻類が粘着性物質を出すことによって、これがマイクロプラスチックを絡め取り、目の粗いフィルターで簡単に取ることができるというシステムです。このマイクロプラスチック除去の他にも、有機窒素や有機リン、重金属の除去などによる一般的な水質浄化も達成できます。高い光合成による二酸化炭素固定もあり、バイオ炭化、肥料化、飼料化といった資源転換技術も今開発しております。で、このビジネスモデルを達成するために、基本特許として基本的な水浄化技術、安定培養技術に関して特許を取得しております。さらに CO2 固定や資源転換技術に関しても優先権主張出願でいろいろな特許を取得しており、システム特許、ビジネスモデル特許も出願しています。我々はこの事業を、社会課題の解決に使おうと考えており、このようなロジックモデルを作っています。微細藻類を用いた人工的加速培養技術をまず開発した後、小型の水浄化サービスとしてまず陸上養殖施設などに入れていこう、これによって水と食の安全を確保するといったことを考えています。さらに中型の水浄化サービスを完成させた暁には、
工場や事業所にいろいろ入れていくことによって、水浄化システムにより脱炭素とウォーターニュートラルを達成できるような、そういったシステムを作っていきたい。さらに大型な水浄化システムを達成できれば、これを水浄化システムに入れていくことによって、基本的なマイクロプラスチックの根本的解決につながっていくというふうに考えています。ありがとうございます。続きまして、プラスチック、石、金属等が混在しているゴミでも、そのまま加熱分解処理できる床炭化装置といったところを開発されております、株式会社ワンワールド様になります。世界 の、 大きな都市の問題としては、ゴミの問題が大きくあります。これについて、一般ゴミ、それとプラスチック、建築廃材等が混合した形でゴミが世界中にばらまかれています。当社はこれを混合したまま、油、炭、オフガス、その他の、金属とかガラス等に分別して処理ができるという装置を製作しております。これによって、世界のゴミをきれいにしたいという思いで、やらさせていただいております。北九州市とは、当社とあとサメットというタイの島で、島の海洋プラスチックおよび島にあるホテルのゴミ等を集めてきて、当社の装置を使ってプラスチックから油を作るということをします。その油を利用して発電を行います。また当社の装置の油を取る時の熱を利用して海水から飲める真水を作るという事業をします。これをすることによって、今まで島で不足していた水、電気等を自給自足できる島、その上島がきれいになるというふうな計画で実行しております。地球の陸地より海にゴミを出さないようにする、出さない方法はゴミからエネルギーに変換することです。経済的に儲かるシステムを作ることです。島構想のように、海の漂流ゴミや陸の生活ゴミより軽油や活性炭などの販売商品に変えることで利益が出るシステムを作ることです。当社のアーバンリグにおいて今問題になっている海洋ごみ、今までは海水にかかったものを焼却炉とかそういうふうなんで、使用すると釜が傷むとかいろんな問題があって、なかなか処理が進まないと。当社の装置自体は加熱水蒸気を入れることで、一つは無酸素状態にするいうのと、塩とかそういうふうなものが入っていても当社の装置は傷まずに使用する装置です。また海岸の石とか海藻とかでごちゃ混ぜになったものでも一緒に入れてもらって使えるというのが大きな特徴になっております。アーバンリングは加熱水蒸気で混合ゴミに熱を加えることで熱分解する、そしてプラスチックから油を取ったり混合ゴミを炭化物にしてもう一度使えるようにする。トラックにその機械を乗せて移動できる装置があります。それ自体は海洋プラスチック、それとそこに漂着しているいろんな木とかそういうふうなものを含めて現場で処理ができるという価値のあるものとして使えるかなというふうに思っております。今まで何度も試行錯誤を続け、その中で製品は進化し、さまざまな種類ができた。
今では島内でゴミ処理から真水の生成を完結させるものに挑戦している。世界中のゴミをきれいにしたいということを考えております。それをやる方法としては、そこの国で政策して、そこの国での雇用を生んで、そこの国でゴミを利用しても利益が出るというふうな事業を作ってあげることが世界に広がる一つの方法だと考えております。はい、ありがとうございました。続きましては、ゴミ拾い促進プラットフォーム、ゴミ分布調査サービス、マイクロプラスチック調査サービスなどを開発展開されております株式会社ピリカ様になります。はい、それでは、深刻化する海洋プラスチック問題解決に向けてというタイトルで、株式会社ピリカ村越から、弊社のピッチ内容についてご説明いたします。私たちピリカは、科学の力であらゆる環境問題を克服するというミッションの下で、ゴミ、特にプラスチックゴミの自然界流出問題に取り組んでいます。おそらく皆様も、もう様々な場所で、ニュース見聞きされていると思いますが、一説によると2050年には海を漂うプラスチックごみが海を漂う魚の重量を上回るというふうに予測されているほど重要な問題です。重量で上回るというふうに言いましたけれども、プラスチックごみというのはプラスチック自体が魚よりも比重が小さいため、この右下の写真にあるように、同じ重量の魚とプラスチックを比べると、プラスチックごみの量が皆さんのイメージより随分多いのではないかと思います。私たちはこういったゴミの自然界流出問題を解決するために、さまざまなサービスを開発してきました。まずゴミ拾い促進プラットフォームのピリカです。こちらはゴミ拾い専用の SNS と、その SNS のデータを集約した見える化ページのサービスを提供しています。 SNS は世界13の国や地域で、130の国や地域で使われており、累計すると2.3億を超えるゴミが広がってきました。SNS データを集約した見える化のサービスも15以上の自治体や企業で導入されており、活用が広がっています。2つ目のサービスはゴミの分布調査サービスの鷹の目です。これはスマホのカメラを使ったポイ捨てゴミの分布を調査するサービスです。清掃活動最適化のために自治体で導入されたり、喫煙所やリサイクルボックス設置の効果について検証するため企業でも導入されていたりします。そして3つ目のサービスはマイクロプラスチック調査サービスのアルバトロスです。こちらは弊社で開発した効率的なプラスチックごみの収集のための機械を使って、川や海のマイクロプラスチックの成分や数を調査します。こちらは国連でも導入され、国内外200カ所以上で調査を実施しております。これらが3つのサービス、として弊社で展開していたんですけれども、これに加えて、様々な新規事業にも取り組んでいます。例えば、流出を防止するためのそもそものルール作りに協力したり、流出防止のための構造物を開発することに協力したりしています。例えば先ほどアルバトロスの調査によって、人工芝の流出が全国で課題であるというふうなことが分かりました。その結果を踏まえて、マイクロプラスチック流出抑制のためのガイドラインの作成に協力したり、そもそもグランドから人工芝を流出させないようなフィルターの研究開発に協力したり、といったようなことも実施しました。他にも流出ごみの再資源化ということで、清掃活動等を経て収集した牡蠣パイプ、牡蠣の養殖パイプなどのプラスチックごみを再資源化して製品化する、例えば買い物カゴであったりとか、人工芝をスポーツに使われるコーンに再製品化することで、ごみの回収だけでなく資源として再活用するごみの地産地を目指すような事業も展開してきました。そしてこれらの新規事業を踏まえて、私たちの中でさらに、事業を拡大していくためのに、流出メカニズムをより詳細に解明する、つまり陸や川、海のゴミ分布調査やプラスチックゴミのデータベース拡大が今後特に重要であるというふうに考えており、そのためにご協力いただきたいというのが今回のご提案の趣旨です。まず提案の1つ目は、ゴミの調査、陸ゴミですね、の調査の拡大へのご協力です。先ほどご紹介したのは、鷹の目というスマホを手で持って徒歩で調査するというものでしたが、昨年から車にスマホを乗せて、車を走らせることで、調査する鷹の目の自動車版の導入を進めております。こちらはですね、機械学習を用いることで広範囲のデータだったとしても人の手を介することなくできる、あるいは車があることで広範囲を効率的に調査できるということで、弊社としても広く展開していきたいと考えています。今回加盟企業の皆様にお願いしたいこととしては、皆様の会社で使われている社用車やグループ企業、パートナー企業さんで使われている車に弊社からお配りするスマートフォンを載せて調査にご協力いただきたいと考えています。
車を使ったビジネスをしていると、まあ、最近だと二酸化炭素の排出といったようなことで、逆風が吹くようなこともありますけれども、今回この調査に協力いただくことで、調査結果が自治体や周辺住民の地域美化活動、清掃活動に活用されることで、記者の車が走ることで地域がきれいになることに貢献しているんだよというふうなことをメッセージとして届けられるといったようなメリットがあるのではないかと考えています。実際今年度高波自動車版のデータを岐阜県さんが実際に可視化して活用するというふうなことが決まっておりまして、活用先の自治体も広がりつつあります。そして提案の2つ目はプラスチックプロダクトのデータベース拡充への協力です。ピリカでは先ほどお話した通り、世界に数カ国200カ所でアルバトロスを使ったマイクロプラスチック調査をしてきました。その調査を通じて、プラスチックの分布や成分推定といったようなことも含まれるようなデータベースを作ってきましたが、今回加盟企業の皆様とそのデータベースをより量質ともに充実させたいと考えています。実際に UNEP 国連環境計画さんと以前メコン川の調査においてこのような試みを実施したんですけれども、他の国や地域でもどんどん展開したいと考えています。皆様もプラスチック製品を製造利用されていると思いますが、このデータベースが拡充されることでプラスチックを使うことそのものがダメというふうな論調を抑えて、実際にどんなプラスチックがどこから来ているのか、何が原因なのかというのを科学的に特定した上で対策をや取り組む助けになるのではないかというふうに考えています。加盟企業の皆様には実験や調査へのご協力、または実際に見つかったマイクロプラスチックがどのような製品由来なのかを考える上での知見を提供していただけると嬉しいと考えています。今までお話してきましたが、今回ご提案では最後の流出メカニズムを解明に関するデータ収集に関してご提案を中心に説明しましたが、それまでの再資源化等の事業においても皆様とコラボレーション機会があると考えておりますので、ぜひ引き続きお話を進めていければと思います。以上で弊社からのご提案と説明を終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続きまして、ゴミの分別であったり廃棄の方法をユーザーに教える AI を活用したモバイルアプリを開発されております株式会社レコナイ様になります。こちら英語でのピッチ動画となりますが、字幕の方をつけさせていただいておりますのでご覧ください。 My name is Wilson and I'm the founder of Recognize. Question: Do you know in which bin this item belongs? Well, pet bottles are easy and the rest they go to non-burnablesBut what about items like this, or a kettle, or all other types of waste, for that matter? Well, let's have a look at the manual. Wait, why are there so many different pages? Why are there so many different rules? And why is it so complicated? Alright, so apparently it's more difficult than I thought to separate waste well. And the problem is that I see this over and over again. And the question is why? Why is it so difficult to do this?Well, some people have already given up because of difficult rules, but some people still try, but they don't know whether they are doing correctly or not. And both are unfortunately harmful to our planet and its oceans. And that's a problem. And this is a problem that we're trying to tackle right now. So we're developing an AI powered mobile app that can tell you exactly how to deal with your waste in your local neighborhood by just taking a picture. And,By using deep learning, it's possible to directly infer the plastic resin type, even when there's no labels or barcodes available. And the more pictures that people take, the more data we'll have to strengthen our AI. And this AI can be used for a lot of different possibilities, like think of robotic sorting systems, waste monitoring devices, and data analysis. And the more users that use our app, the more data that we can collect to strengthen our AI and to analyze our disposal behavior more closely. And inspired by the success of DRS, we plan to reward our users with cashback or points if they correctly recycle using our app. And we will have evaluation systems in place to really make sure that they are doing it correctly. And people seem to like this idea.So we entered several competitions and we made it to the finals of several of those. And we're currently also in the semifinals of the 2022 XLI City competition that's running right now. We already graduated from the SEEDS incubation program hosted by Startup World Japan. And we're also honored to be competing in the finals, of course, of this Alliance to End Plastic Waste program that you're hosting right now.And this is just the beginning, because it's not just an idea that we have. We are also currently developing an AI prototype
And we plan to release a free rewardless version of our app by the end of this year. And after that, we want to do POC at 1 to 3 different waste plants and target one of the 23 wards in Tokyo by next year. And we need your expertise, guidance, and help in order to achieve this. Because after we achieve these milestones, that's when things really get interesting. And to understand that, let me talk about the business plan. So we plan to sell plastic credits for brands to become plastic neutral. So we're planning to offset every kilogram of plastic produced or used with every kilogram of correctly separated waste. And the revenue model could look like this. For example, the client first puts a deposit on an item. Consumer buys it, consumes it, and then wants to throw it away. But before doing that, he will snap a picture, sort it according to our instructions, and get evaluated by us. And if he does well, they will get X percent of the deposit back, let's say 70%, and we get the remainder. So in this example, 30%. And in the end, we will attribute the plastic credits accordingly to our clients. And we think that this plastic credits market is a big market with huge opportunities. So we estimate the TAM of $217 billion, a SAM of $6.5 billion, and a sum of $80 million. And for households, that's 1 billion households with smartphones, a SAM of about 43 million in Japan, and a sum of about 190,000 in our first year. Competitors, so there are a number of competitors, but not all of them compete in the plastic credits market. And some of them also focus more on retrieval from the environment instead of pre-sorting at home. Bauer and Cisa are the only ones that also offer rewards. And in terms of product similarity, Bauer is the most similar to us, except that they are using barcodes and that we are using AI, so we can catch a wider range of plastics, which means a higher output to our clients. Now, all countries in the world are now looking for ways to reduce the footprint, and Japan has already announced that it wants to collect all 7 types of plastic separately soon. Countries like China has banned all kinds of imports of waste, and more countries are to follow. The only way to get out of this is to band humankind together, collaborate, and change our disposal behavior together. Thank you for listening to us, and we hope that you will be part of our journey. Thank you very much. ありがとうございます。続きまして、資源の発生から製造業者への供給までの情報を見える化、一括管理するためのシステムを開発されております、レゴテック株式会社様になります。こんにちは、レゴテック株式会社の野崎と申します。今回はご提案の機会をいただきありがとうございます。私たちはゴミを捨てるから資源を託すにシフトする資源循環の仕組みづくりをミッションとする会社です。国内外の廃棄物が発生する現場に精通し、コンサルティングを通したソフト面での提案、またコスト削減や効率的なハンドリングのための機器やプラントの導入などハード面の提案を行ってきた会社です。現在私たちは分析、マーケティング、CO2 排出量の算出、LCA 評価などそれぞれ担当する4人のチームにて、国内はもちろんインドネシアやベトナムなどアジアでの活動を展開し、同条脈を一体とするビジネスデザイン構築に取り組んでいます。私たちはこれまでの経験を生かし、資源循環を実現するために製造業者がリサイクル資源を利用しやすくなるような条脈情報の提供、また条脈サプライチェーンに関わるプレイヤー、特にゴミの排出元、そして資源を利用するメーカーへのインセンティブの創出が資源循環の構築に必要だと考えています。現在廃プラスチックは大きな社会問題として認識され、プラスチック製品を活用する各社はこちらの表のように PCR 材利用について目標を掲げ、 PCR 材調達の新たなマーケットが創出されています。現在日本国内でも年間800万トン以上の廃プラスチックが排出されているとされていますが、大量に排出されている廃プラスチックをもう一度材料として利用することには多くの課題があります。材料を調達する側のメーカーからは、調達する材料の品質、コスト、安定的に利用するための量、そして安全性や衛生性を担保していく上で必要なトレーサビリティなどの情報が必要とされています。これらの情報を静脈サプライチェーン上から連携し、製造業者へ静脈資源を届ける仕組みを作るために開発したのがプールシステムです。プールシステムは各排出元にアカウントを発行し、どんなものがどれだけ発生したかを登録することが可能です。また、必要な時にアプリ上から回収依頼を行うことで物流の手配を可能とします。
回収を行う物流業者にも専用アカウントを発行し、自社が回収する回収先に現在どのぐらいの資源が蓄積されているか、回収デマンドはどこにあるかなどを確認することが可能となり、資源循環において最もコストがかかる回収の効率化を図ります。またサプライチェーン上で中間保管やリペレットなどの節目において情報連携を行い、トレーサビリティを確保し、情報の精度向上に寄与しています。プールシステムは、静脈資源のサプライチェーンを一元的に管理し、蓄積されたデータと様々なデータを連携させることで発生を予測したり、発生抑制のための情報提供が可能になると考えています。また、サプライチェーンにおける CO2 の見える化機能を実装し、スコープ3に関わる廃棄物処理プロセスにおける発生量の見える化、調達する製造業者としては、調達資源の CO2 の発生量の見える化をすることが可能となります。そして、昨年11月よりアパレル業から発生する梱包材をターゲットとして、プールシステムを活用した回収事業を開始しています。この事業は東京都の革新的リサイクル技術ビジネスモデルにも採択され、東京都から支援のもと拡大を進めています。実際の廃棄物置き場でのオペレーションや回収作業などフィジカルな現場から、プールシステムの UI など改善を繰り返し、現場での作業負荷低減を進めています。また、品質を管理するための管理手法、リベレット時の押し出し機の最適化など、リアルな現場でのデジタル情報の活用を進化させています。製造された PCR 材はいくつかのメーカーに販売され、ブロー成形、インフレーションなどテストを繰り返し、利用拡大への準備を進めています。4月からのプラシンポへの対応も含め、多くの配送元から問い合わせをいただき、現在回収地域拡大に向け準備を進めているところです。数年のうちに全国に拠点を作り、1万トンの流通を目指したい考えです。現時点においてでも、すでに多くの百貨店など商業施設、またアパレルブランドなどに参画いただき、全国展開に向け準備を進めたいと考えています。今回の AEPW との連携が可能となれば、まだまだ PCR 剤の活用に慎重な国内企業や行政などでの積極的な活用を進めるべく、用途開発や PCR 剤の普及において連携させていただきたいと考えています。また、プールシステムを活用した自主回収など、仕組み作りの連携ができるのではないかと考えています。弊社は長年培ってきた廃棄物の現場経験とプールシステムを活用し、廃プラスチックのカスケード利用、またビジネスを通して新興国での持続可能なインフラ構築を目指したいと考えております。以上、レコテックの事業紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございます。続きましては、今回、唯一海外からのご参加になります。韓国のリプラ様になります。リプラ様はですね、混合プラスチックを分解して、単一素材のみを残して、簡単にリサイクルできるようにする微生物消化タンクを開発されている企業様になります。それではご覧ください。Hi, this is Ripla. How many of you recycle? Probably all of you. Do you know what happens to all the plastics when you recycle them? In Korea, only about 13% of plastics are made into new plastic products. 87% are discarded even after entering the plastic recycling facilities. It is very shocking. There are many kinds of plastics such as PET, PVC, PP, PS, PE.Our recycling companies have to sort all different types before being recycled. For example, PET recycling companies have to sort only PET, which means 100% purity. This is difficult because plastic types are often used together. 2 to 5% of impurities are considered acceptable. More than 5% can't be used. 87% of the discarded plastics are burned or buried because of impurities. Even though they pick 13% ofplastics, it is not making enough quality for goods. Therefore, the price of recycled plastics is only 53% compared to new plastics. Moreover, recycling companies are responsible for the cost of disposing the 87% they are discarding. By solving the purity issue, recycling companies can make higher profit than the current state. Is there a way that we can help the environment and help increase recycling company margins?Ripla have developed a bioreactor which uses bacteria to enhance the plastic purity. Our bacteria degrade only the plastics that recycling companies want to remove and doesn't eat the plastic that companies want to remain. By using our bacteria, they can have perfect purity of plastics they want. By using Ripla's bioreactor, we can make it possible for recycling companies to reduce the 2 to 5% impurities to under 0.35% impurities.
It is near perfect purity. Increase the value of their final recycled plastics from 53% of the price to 80%. The price difference increased profitability for recycling companies is $3 million per year based on 10,000 tons. Also, recycling companies do not need to replace any of their existing solutions. They just need to add a bioreactor to their process at the end. The process is first, mixed plastics are added to the bioreactor, and our bacteria degrade certain types of plastics, leaving behind 99.65% pure desired type of plastic. Replus business model has two ways to make money. First, we install the bioreactor to the recycling companies. Second, our specialists are sent to the facilities to maintain the bioreactor and feed the bacteria. Bioreactor is $2.5 million, and maintenance fee is $720,000 per year. Plastic recycling companies spend at least $6 million for machineries per year. Therefore, they are affordable enough to adopt our solution. In Korea, there are 4,500 companies. Our expected worldwide sales scale for selling bioreactor is $80 billion, and the maintenance fee is $23 billion per year. Other than Ripla, there are no competitors treating PEPP, PVCPS, such as polyolefin plastics, degrading bacteria to be commercialized. Yet, there are some PET degrading technologies, but they do not aim to make higher purity. Since they cannot handle other plastic types than PET, neither perfectly degrade PET without bacteria. Our existing competitors only degrade PET into half and reassemble them, so they have completely different strategy from us. We have one registered domestic patent, one patent for China, one patent for Europe. We are planning to apply US patent next year. We cultured the bacteria until 5-liter reactor and keep expanding the scale of culture. After 2 more years of research, Ripla aim to install a working prototype to a recycling plant and conduct a pilot test. Our team consists of 23 members, including 5 leaders and 4 experts who have more than 10 years of experience in research. Thank you. ありがとうございました。続きまして、データ、AI を駆使した先端技術とビジネスの知見を用いて未解決の課題に挑み、新しい社会の実現を目指されております株式会社リッチアイ様になります。こんにちは、リッチアイの横山です。本日は弊社のプラスチックごみ削減の取り組みに関してご説明させていただきます。会社はリッチアイと言いまして、創業6年目の AI のスタートアップになります。事業は1点目、大手のお客様を中心として AI を核とした DX 戦略、データ活用のコンサルテーションと開発。2点目は1番で培った技術を活用した AI プロダクトの開発。3点目は技術を活用した社会問題の解決となっております。この3点目の重点領域としまして、環境社会活動のモニタリング AI があります。この環境モニタリング AI のミッションの一つとして、日本、世界のきれいな自然を守るということを掲げております。私たちが着目している課題は海ごみです。大量の海ごみが放置され、海洋生態系、景観に被害をもたらしています。こちら、写しているのは、対馬甲突海岸の、写真になります。このような形で、日本全国の海岸に海ごみが放置されているという現状があります。この問題を解決したいと思っています。どのような形でかというところですけれども、海ごみの把握を効率的に行い、回収し、再利用すると、この一連の流れを持続可能な形で、構築したいと思っております。海ごみの把握に関しては、今、人手でやっておりますけれども、それでは大変ではありますので、ドローン、衛星データを使って効率的に、どこにどのような海ごみがあるのかを把握すると。でどこに海ごみがどれだけあるか分かりましたので、それをもとに効率的な計画を立てて回収を行うと。ここでも技術は活用できると思います。
で3点目は再利用というところでエネルギーだったりリサイクルを図ると。このようなサイクルを構築したいと思っています。1点目のその海ごみの把握のドローンによる海ごみの調査、こちらの方はすでに開発の方完了しております。動画がありますので、ご覧ください。このプロジェクトはプロジェクト一角といいまして、日本財団 JASO さんの支援のもと実行されました。こちらですけれども、ドローンによる海ごみ解析の実績となっております。2020年7月に長崎県対馬市神津海岸にて、こちら初めての取り組みでしたけれども、ドローンを飛ばして、ドローンの画像を解析して、どこにどのようなごみがどれだけあるのかっていうのを解析できることを確認しました。昨年度は1年目に岩の海岸でできることを確認できましたので、残りは砂浜だというところで砂浜の海岸で海ごみが解析できるのか検証して、できることを確認しております。このような形で技術的な実現性の方を確認できましたので、海ごみの調査レポートを自動で出すというプロダクトの方も持っております。どのようなものかといいますと、ドローンを飛ばして、そのドローンを私たちのクラウド環境にアップロードすると。そうすると、自動的にゴミの種別を判別して、ゴミの種別ごとのゴミの量をレポートとして表示するというものになっております。このような形で、可燃ゴミ、不燃ゴミ、ゴミ種別ごとの容量、重さの概算を出力することが可能になっております。すでにドローンによる海ゴミの調査は、技術的にはもうすでに保有しております。衛星に関しても海漂流ごみの解析自体はありませんけれども、さまざま多くの実績がございます。この取り組みが認められまして、宇宙開発利用大賞というのを2年連続受賞しております。実現したいソリューションに戻りまして、この再利用のサイクルのうち海ごみの把握、これに関しては一定の開発の方を進んでおります。しかしながら海ごみの回収、再利用に関しては密着手になっております。コラボレーションの今台としましては、このサイクル、持続可能な回収サイクルを一緒にデザインしてくれる企業様、衛星データによる漂流ごみ観測の共同開発を実施していただける企業様、また回収再利用のパートナーを探しております。ぜひ一緒に日本世界のきれいな自然を守りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、海洋浮遊ごみ回収機、シービンを使用した海洋ごみの回収といったところと、日本でのそのシービンの普及活動を行っておられます、株式会社サステナブルジャパンのピッチになります。よろしくお願いいたします。サステナブルジャパンの東山といいます。よろしくお願いいたします。弊社は2019年1月に設立し、海洋ごみ問題に取り組んでおります。私が20年ぶりに訪れた漁港がゴミでいっぱいで衝撃を受け、未来の子どもたちのためにきれいな海を残したいと思い起業いたしました。2050年問題と言われていますけれども、海洋プラスチックごみ、魚の量、重量ベースですけれども、ごみの方が多くなると言われております。海洋ごみの8割は街中から流れ出ていると言われており、食品ロス毎年約612万トンよりも多い数が海に流出しています。海洋ごみ問題に対する各省庁団体取り組みですけれども、まだまだ各々の意識に委ねられているというのが現状で、強制力はございません。弊社ではこちら海洋浮遊ごみ回収機シービンのリース販売を行っております。こちらの機械ですけれども、お風呂に桶を浮かべたときに桶を少し沈めると、桶の中に水と水が流れ込んでくるんですけれども、
それと同時にゴミを回収するという仕組みになっております。シビーはオーストラリア製で世界860機、日本では現在18機、一番の特徴は2ミリほどのマイクロプラスチックまで回収ができるということです。あと油とオイルも回収できます。一度にですね、キャッチバック最大20キロのゴミを回収することが可能です。お通しからですね、用水路のゴミ回収機を開発に着手しました。街中から出る8割のゴミは用水路、河川を通じて海に流れ出ますので、弊社はまず用水路の方を食い止めるためにこちらの機械を作り始めました。用水路は生活ごみ以外にも被覆肥料問題というのがございます。被覆肥料は膜がプラスチックですので、そのまま海へ流出し、すごくそれが問題になっております。 2,3 ミリとちっちゃいため、一度海に流れ出ると回収が困難で、弊社はその被覆肥料を回収するために開発で、開発機は 0.7 ミリまでのゴミを回収できます。電力は 100% 再生可能エネルギーで稼働いたします。 IoT システムを導入いたします。こちら効率的にですね、回収作業等を行うために IoT システムを組み込んでおります。弊社は海に流れ出たゴミをシービに流れ出る前の用水路にですね、この開発機械と未来の機器サービスを記載しておりますけれども、これからどんどんまあ、既存の機械もそうですけれども、バージョンアップ、新しい機械を作っていきたいなと思っております。料金に問題視されている点ですけれども、回収ネットの根詰まり、回収したゴミの処分方法ですけれども、ネットは回収ネットはですね、シーリンは実証実験たくさんやってきましたけれども、根詰まりの経験はなくですね、キャッチバックにゴミがいっぱいになってもポンプは稼働し、水排出を排出し続けてますので、どん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 機械の周りにゴミが出てきます。と、排水路の開発機器はですね、目詰まりを起こしても IoT システムで事前に、お知らせが来るような仕組みを、取っております。回収したゴミなんですけれども、現在は、設置台数がまだ少ないため、産廃業者に、処分を依頼しております。現在ですね、シービンで回収したプラスチックゴミを買い取りたいという業者さんも、いらっしゃいますので、今後で設置台数が増え、ゴミが集まればですね、こちらの方も販売していきたいなと思っております。で、世界的に SDGs だったり、そういった認知普及、しており、海洋ゴミ問題ですね、どん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 関心が高まっております。あとですね、国の方からも、シービン、溶廃水路の危機に対して補助金もあります。導入される、まあ、自治体さん、農業組合さんとかはですね、比較的安価な、料金で導入ができるかなと思っております。ビジネスモデルはですね、まあ、両方の機器、まあ、代理店を通じて直接販売、市場ターゲットは、全国自治体と一般企業等になります。未来の、子どもたちにきれいな海を残したいという思いで弊社、設立し、まあ、今4期目ですけれども頑張っているところです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。最後の企業となりますのは、廃棄衣類染料、衣料染料ですね、繊維ですね、を原料とするリサイクルボードの製造と販売を行われております株式会社ワークスタジオ様になります。こんにちは、ワークスタジオの草木と申します。今回はよろしくお願いいたします。前回提出した、ピッチ資料の補足 と、プロモーションの動画を作りましたので、そちらを見ていただければと今回思っております。よろしくお願いします。まあ、前回ご説明した通り、パネコというものは廃棄衣類というものを、ほとんどの確率でアップサイクルすることができる事業になってます。で、そこに 50% 以上ほとんど、石油系のプラスチックですね、ポリエステルとかナイロンが入ってますので、今回のプログラムに参加させていただきました。で、簡単にパネコのおさらいだけさせていただくと、まあ、廃棄衣類をはじめとする、まあ、様々な繊維っていうものを我々の方で回収させていただいて、こういった、
内装材とか重機とかノベルティだとか家具だとかに使えるパネコというボードにアップサイクルして、それを販売させていただく事業になってます。で、まあこのパネコっていうものの一つの特徴がこういう、再リサイクルができるっていうところになってますので、まあ、今まで捨てられていた、まあ、世界で9200万トンと呼ばれてますけども、そういう衣類のものを、まあ、仮に私たちの工場のキャパさえあればほとんど全てパネコにすることができます。で、今回ちょっとピックアップしてご説明したいところとして、やっぱり、私たちの技術はメイドトゥオーダーというシステムで、いろんな企業さんとか団体さんから特定のものだけを使ってこういう素材を作ることができます。で、こう H&M さんの衣類を色分けしてボードにしたりとか、伊勢丹さんの制服とデニムを混ぜてボードにしたりとか、まあ、衣類以外でもちょっと挑戦を始めていて、こういうフラワーロスといわれる、まあ、売れなかった植物をドライフラワーにしてパネコとミックスさせるとか、家具とか内装の廃棄木材を混ぜてミックスするとか、そういうことも始めてます。パネコで、今回の取り組みに対して一番やっぱり大きくできるかなと感じているところは、まあ、世の中の結構今漁網とかいろんなプラスチックペットボトルだとかいろんなゴミがアパレルっていう、まあ、衣類の世界にリサイクルとして入ってきてると思うんですけども、まあ、それアパレルの中でまた再リサイクルをするっていうのは結構難しくて、逆にパネコっていうものにできれば、このあれですね、そこに入ってきたペットボトルとか、他のプラスチックと同じように違う業界の、方々に使っていただけるボードっていうところで、戻すことができると考えてます。なので、まあ、全体の世界中の廃棄物っていうところでの、リサイクルを見ると、まあ、いろんな業界のものがアパレルに入ってきて、アパレルの中ではアパレルで頑張るんですけど、まあ、そのアパレルから出るもの、廃棄物、ペットボトルからできたポリエステルをまたそれをパネコにしていろんな業界にこう建材として戻していくっていうことができると思ってますので、結構視野を広げて、検討いただければと思います。最後にちょっとパネコの製造背景だとかどういうボードっていうのをより分かりやすくした動画を作ったので、そちらを共有させていただき、終わりとさせていただきます。以上となります。ありがとうございます。本日は10都道府県と韓国から参加いただいた全19所のピッチビデオをご覧いただきました。EPW の審査メンバーの皆様にはですね、ここから、約
10社を選びいただいて、その10社の採択された企業様には3ヶ月のプログラムにご参加いただくといった形になっております。採択企業が決定し次第ですね、弊社プラグ&プレイのプレスリリースの方から皆様にはご報告させていただければなというふうに考えております。またですね、繰り返しとなるんですけれども、今後本プログラムでの取り組みや成果につきましては、プログラム終了後に行われます9月21日の APW エキスポにてご報告させていただければなというふうに思っております。エキスポはですね、オフラインイベントでの開催予定しておりまして、関係各社が一堂に会する貴重な機会となっておりますので、本日ご視聴の皆様にはぜひエキスポにも足を運んでいただければなというふうに考えております。廃棄プラスチックの撲滅に向けてどんな取り組みが始まるのか、そして進んでいるのか進んだのかといったところ、ぜひお聞きいただければなというふうに考えております。またですね、 APW と弊社プラグ&プレイの取り組みといったところについて、ご関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご問い合わせください。さあ、ついにこれから開始される APW ジャパンプログラムでの取り組みにつき、今後ともぜひご注目いただければなというふうに思います。本日は2時間という長いお時間をいただきまして、 APW プログラムセレクションデーにご参加いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。